申し訳ございません。まずね、皆さんに最初に謝らなければいけないことがあります。私以前ね、レクサス LBX 森蔵 RR の動画でですね、いいね2500超えたら買いますと言ってたんですが、ちょっと我慢ができませんで、いいね2500超えてなかったんですよ。1400ぐらいしかなかったんですけど、なんとレクサス LBX ビスポークビルドに抽選100名なんですが申し込みしちゃいました。いや申し訳ございません。2500足んなかったんだけど申し込みしちゃいました。そして先日ですね、ビスポークビルドの抽選結果が発表されました。なんと私はですね、ビスポークビルド抽選全国で100名なんですが、見事に落選しました。ダーンって感じですね。まあそりゃそっかって感じですよ。私のお世話になってるディーラーさんでも10人ぐらい申し込んだ方がいたそうで、通常の LBX のビスポークビルドの時はそんなにいなかったってことだったんで、今回の、森蔵 RR のビスポークビルドの注目度は相当高かったんだなとなので見事に落選しちゃいましたというね、皆さんの公約を破って、エントリーしたにもかかわらず破れたという謝罪でございました。で、今回はですね、そんなレクサス LBX 森蔵 RR なんですが、それと GR ヤリスに新たにサーキットモードというギミックが追加されます。これについて試乗会参加させていただきましたのでお届けします。どうぞ。はい、どうも、車買う YouTuber ワンタクチューブです。今回はですね、 GR ヤリスとレクサス LBX 森蔵、こちらにサーキットモードというね、領域展開できちゃうようなモードがですね、新たに追加されると、もう納車されているオーナーさんにも T コネクト、そしてスマートフォンを使って新たなモードが解禁されるということで、そのね、サーキットモード試乗させていただきます。まあ、森蔵 RR はね、まだ納車されていないと思いますので、リリースはですね2024年内となっていますが、 GR ヤリス、こちらにサーキットモードが提供開始されるのは2024年8月21日からとなっています。このサーキットモードは何かというと、車が GPS とかでですね、日本国内のサーキットの中にいるよと判定になった際にですね、解禁されるモードとなっていて、スマートフォンのアプリを使って車両をセッティング変えることができると。で、主なサーキットモードの機能としてはですね、アンチラグですね、特定のエンジン回転数領域において加速、減速、再加速の時に再加速性向上のためにターボラグを低減する制御が入るというものと、あとスピードリミットですね、制限速度180キロにね、普通の車はなってますが、それのリミッター解除、あとはね、止まってる時にエンジンを冷やすためにですね、エンジンとかオイルを冷やすためにクーリングファンを、まあ、最大化するっていう機能もあります。あとね、メーターが変わるんですよ。シフトタイミングインジケーターというのがもう分かりやすく、まあ、今シフトアップしてくださいっていうのがね、メーターのデザインが変わって、アプリで設定したシフトタイミングに、インジケーターを緑、赤、青という感じで、青になったらシフトアップしてくださいというようなシフトインジケーターがこのサーキットモードで解禁されるという感じですね。まあ、このシフトタイミングはですね、アプリで自分好みにカスタムすることもできるそうです。で、今回はね、 LBX の森蔵 RR の AT そして MT で、 GR ヤリスの AT、MT という順番で試乗させていただきますので、まずは LBX 森蔵 RR の AT から試乗させていただきます。レクサス製の開発部の内田と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これがその専用のサーキットモードのアプリ。はい、アプリになります。これ通常の T コネクトのアプリとはまた違うアプリという形になりますか。はい、専用アプリになっております。あ、そうなんですね、はい、で、こちらでサーキットモード開始するっていう感じですか。はい、こちらはい、ご自身で操作していただいて、おっしゃっていいですか。開始するを、はい、お願いいたします。押します、ポチで、2段階承諾をしていただく形になります。じゃあ承諾、はい、はい、します。はい、安全性についても、はい、承諾するという形で、またもう一回使用するを、じゃあとりあえずこれ使用するで始める感じですね。はい、はい、この状態でサーキットにいることが確認できると、この画面まで飛んでいきます。はい、初めは初期設定5500回転のギア比連動にすでになってますので、はい、それとアンチラグは中レベルに設定ができてますので、この設定をした上で一番下の確定をするを押してください。はい、確定します。はい、
今スマートフォンから、DCM を通じて、サーバーの方に、信号が飛んできて、また、こちらの車両の方に信号が繰り返されてくるというところになっております。ほんでメーターが変わったりとかするんですか？おお、変わりました。おお、回転数がなんかこうデジタル表示で表示されてるんですね。はい、はい、アイドル回転数も1000回転から1400回転まで上がりまして、はい、音の印象も少し変わったんじゃないかな。そうですね、というふうに思います。これがサキットモードのメーターになっております。これはじゃあもう本当にスマートフォンのアプリとやっぱ位置がないとこのメーターにはできないわけですね。はい、そのとおりでございます。それではじゃあちょっと完熟走行行ってみたいと思います。じゃあこのサキットモードのシフトインジケーターで実際にちょっと加速試してみたいと思います。じゃあ加速してみます。床まで踏んじゃっていいですか？どうぞ。はい、行きます。確かにシフトインジケーターが緑、赤、青という感じで、青になった時にシフトアップのパドルを操作すればいいですね。はい、これがまあマニュアルだと、自分で、シフト操作をするという感じですね。はいはい、加速が速くて気持ちがいいんでちょっと音を聞きたくなっちゃいますね。でもまあ ここにねシフトインジケーターがあるとこう目に入ってくるんで、あのシフトのタイミングが分かりやすいですね。はい、じゃあ2周目は、自由に自分のペースで走っていいということなんで、まずはねここ、ストレートで、シフトインジケーターを、感じながらですね、直線で行ってみたいと思います。はい、じゃあ行ってきます。お、ブレーキもめっちゃ効きますね。しかもこの AT はアクティブサウンドコントロールみたいなのがこうトラクションコントロールオフの時とかより鳴るようになってるっていう話ですよね。はい、この音も気持ちいいんですよね。はい、じゃあ、こっからアンチラグを、お、アンチラグってついてますね。ちょっとこれ多分映ってないと思うんですけど、要はこの再加速の時の、加速性を良くするためにこのアンチラグっていうのがより効くようになっているということですね。はい、おー、しかし曲がるな。もうピックアップがいいとか悪いとかちょっと素人の私にはちょっとわからないんですけど、とにかく速いという感じですね。これがオフになった時にこう差を感じるっていうことですよね。はい、じゃあ3周目は、ちょっとこのアンチラグを切って走る感じですかね。はい、そうなります。はい、じゃあサーキットモードをオフにしてもらって、はい、ちょっと P で、じゃあ P に、はい、入れます。で、じゃあ終了します。はい、じゃあこれ、はい、じゃあ終了しますを押します。はい、いいんですか、終了しちゃって。はい、はい、はい、サーキットモードオフになりました。通常の森蔵 RR の状態で、走ってみたいと思います。どれぐらいの差があるのかってことですよね、これで。はい、サーキットモードにしても加速感とかその辺は変わってない感じになりますか？そうですね、再加速については差が出るんですね。あのアンチラグになった時は差が出るけど、はい、加速においては変わらないという感じですね。はい、じゃあ行ってみます。あ、やっぱりシフトアップのタイミングがつかみづらいですね。あの今ちょっとシフトアップが遅れてしまって、あのドンという感じになってしまいましたけど、さっきのやっぱシフトインジケーターがあった方が、あの素人の私でもこうシフトアップのタイミングがつかみやすいですね。やっぱ緑、赤、青というか、青になったらじゃあ押すんだみたいな感じで非常に分かりやすいですね。じゃあここからまた、パイロンの間を走っていくような感じになりますが、さっきはアンチラグが効いていたんですけど、あ、確かになんかその4000回転まで落ちるとそのアンチラグが働くとかそういう感じなんでしたっけ？はい、4000
4000回転以下まで下がってくるとサーキットモードにしてれば作動するんですが、今の状態は作動してないので。ですよね。はい、初めの、 初速が少しちょっともだいぶこのシフトダウンしないともっさりした感じが出ますね。はい、あ、なるほど、こういう感じになるんですね。確かにこう素人が走ってもアンチラグが効いてるとモリモリトルクが加速していく感じがあったんですけど、なしでこうシフトダウンとかアップのタイミングが遅れるとやっぱ遅いっていう風に感じてしまいました。今次はじゃあまたサーキットモードになる感じですか。はい、はい、あ、戻ってきました。シフトインジケーターがやっぱこれあった方がいいですね。これなんか一般道でもやりたくなっちゃうぐらいの気持ちはありますけど、それはできないんですね。今はできないです。はい、はい、あ、このメーター選べるといいですね。じゃあこの使用前使用後もう一回確認するという感じですね。で、私みたいなこうサーキットほとんど走ったことないような人でも、まあ、GR ヤリスとか、LBX のモリゾ RR とかは買ってみたっていう人多分いると思うんですよ。そういう人たちがじゃあせっかくモリゾ RR 買ったんだったらサーキット行ってみようって思えるようなこういうギミックがこうメーカーの方から提供していただけてるっていうのはなんか嬉しいなって思います。はい、じゃあちょっともう一回サーキットモードで加速してみたいと思います。もうやっぱりこのインジケーターがある方がシフトアップのタイミングは分かりやすいですね。安定してますね。さっきよりちょっとやっぱ上手くなった感じがありますね。うん、だからこうやって車の方が教えてくれることによってドライバーのこの運転技術っていうのももうほんと3周走っただけでも自分でも分かるぐらい変わってきてるんで、このモータースポーツを楽しむきっかけになるこういうなんかギミックになるんじゃないかなって思います。アンチラグが今効いている状態ですよね。やっぱ違いますね。それにしても曲がりますねこの四駆。やっぱりむちゃくちゃ曲がりますね。さっきちょっと加減してあんまりこう攻めた走りはしてなかったんですけど、むちゃくちゃ内側入ってきますね。次は、設定変更ができますが、はい、せっかくなんでじゃあアンチラグ強めでちょっとお願いしていいですかね。はい、シフトインジケーターでも今のでだいぶ慣れてきた感じがあるんで今のままでみたいな。はい、このままでじゃあアンチラグ強にして、はい、じゃあ確定する。はい、確定します。いや、このように自分好みにこうサキットモードもカスタマイズできると、はい、いうことでこう、ね、野菜増し増し油辛めみたいなのが自分で選べるということですね。はい、自分で選べる余地があるっていうのはすごく嬉しいと思います。スノー LBX 私乗ってるんですけど、ドライブモードがノーマルとエコしかなかったりとかするんで、うん、味変がしたいなってすごく思ってたんですよ。はい、その味変を後からこう提供していただけてるっていうのがこのサーキットモードっていうことですね。はい、はい、じゃあ行きます。これも ASC で再現してるっていうことですもんね。はい、AT と MT 結構モリゾ RR どっちをこう買うかっていうのはすごく悩ましいなって試乗して思ったんですけど、はい、おすすめはどちらですかね。もう僕的には両方美味しいので、はい、両方すおすすめですね。じゃあちょっとめっちゃ曲がりますね。しましょうか。じゃあそうですね、あえて弱めとか
あるんでしたっけ、はい、弱となしが選べますか、今今日になってる感じですか、今日、今日です、あ今日ですか、じゃあ弱にちょっとしてもらっていいですかね、はい、はい、じゃあ弱にします、はい、あそのスライドで変えるわけですね、はい、はい、確定で、はい、これは P にしている状態じゃないとこう設定が変更できない感じですか、はい、そういうことになります、なるほどなるほど、まあ危ないですもんね、そうですね、はい、じゃあ行ってみます、でこのシフトインジケーターもギア比連動と、はい、あの秒数とかでカスタムできるんですもんね、はい、タイムカウント方式で、秒数を選ぶことができます、で今回は、ギア比連動になってるんですよね、はい、今はギア比連動になってます、そういうところも自分好みにカスタムできるってことですね、はい、いろいろ試していただいて、はい、あの選んでいただけるといいと思います、あやっぱちょっと違いますね、アンチラグが、うん、効いてる方が、あのアクセルオンにした時のトルクの盛り上がりっていうのが感じられますが、まあ、個人的にはやっぱアンチラグを強めの方が好きですね、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、 AT でもめちゃくちゃ楽しいですね、あ、よかったですこちらあのスワイプをしていただくと、あこれでクーリングファンが今、はい、メーターにクーリングファンランニング、あ出てますね、で前の方からファンが回る音が今聞こえてきている、あ確かにというふうに思います、でこれで風を送ってエンジンを冷却していると、サーキットとか走行した時にこう、はい、今までだったらボンネット開けて風当てたりとかしてたのを、はい、しなくて済むってい う,、はい、こうスマートな感じになってるわけですね、はい、本当にだからサーキット走行してる人が考えた、はい、機能だなって感じですね、あの自分の車はこのスマートフォンで車両の制御が切り替えられるんだっていうのをあの自慢してもらったりとか、どやれるってことですねこれ、はい、なるほどありがとうございます、はい、ありがとうございます、じゃあ、これサーキットモード終了するまで、はい終了しますか、終了する、はい、あ変わりましたね、メーターも変わったと、はい、いやこのメーターいいですね、はい、なんか本当に高速とかのね合流の時とかにもちょっと使いたくなるような、はい、はい、ありがとうございます、峠走ったりする時でもねあのアンチラグとかあるといいなと思いますけどね、あはいありがとうございます、はい、ありがとうございました、ちょじゃあこの後、乗り換えて、LBX のモリゾ RR の MT、はい、そして GR ヤリス乗っていきたいと思います、ありがとうございました、ありがとうございました、続いて、モリゾ RR の、MT に移動してきました、はい、またここでサーキットモードオンということで、こちらサーキットモードを開始するポチで省略使用する使用するってやると、お変わりました、おー勇ましい、はい、それでは、サーキットモードをオンにしたモリゾ RR MT で次は走っていきたいと思います、 MT 乗るのねこの前の、袖ヶ浦以来2回目なんですけど、実は私あのモリゾ RR のビスポークビルドに限定100名に実は応募したんですが、なんと当選しませんでしたということで残念ながら落選という感じになって、買えなかったんですけども、ちょっと今回ビスポークじゃないモリゾ RR もう一回検討したいなと思える、試乗会になるかというところですね、でしかもサーキットモードもつくということで、うーんなんかよりお得な感じにはなってきますよね、ちょっと悩ましいところですね、いやこれいいねが2500超えたら買いますって言ってたんですけど、あの残念ながらあの現時点で今1400いいねぐらいしかついてなくてですねオーラニスモは1日で2000ぐらい超えたんですけど、ちょっとレクサスファンの皆さんオーラにいいねを分けてくれということで、今回の動画でもいいねが2000超えたらちょっとモリゾ RR MT 購入検討したいと思いますので、ぜひ皆さん応援お願いします、あの超えなかったらあの本当に諦めたいと思います、はい、1周目はサーキットモードでシフトインジケーターを試しながらで
アンチラグは効いてる状態ってことですね。はい、中レベルで。中レベルで効いてる状態で。じゃあ MT で加速していきたいと思います。してしまいました。ちょっと一周目失敗ということで。大丈夫です。安心して。じゃあここからまたアンチラグを試しながら走っていきますが、マニュアルだとねちょっと、まあでも二速で結構粘れるから。走りやすいは走りやすいですね、はい、まさにそういうところを狙ってます。あ、グリッピングもしてくれるんですね、はい、で3速で走ってって、あ、曲がる。もうバラ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 言ってるけど、これは電子的に鳴らしてるんですか？あのバラバラ鳴ってるのはそうです、はい、あ、そうなんですね。ちょっとまともなインプレッションができてないですけど、ここからなんで、はい、あのサーキットモードオフ、サーキットモードオフで、はい、ちょっとやっていきます。はい、はい、じゃあ行ってきます。あ、確かにシフトインジケーターないと普通にマニュアルでもシフトのタイミングは、まあ、耳で聞いて、音で感じるというシフトのね、通常のシフトアップの感じになると思いますけど、あ、確かに加速の、アンチラグが効いてないと、こういう立ち上がりのところでトルクがやっぱりさっきの方がありましたね。あ、でも曲がるは曲がるな。こういうところでアンチラグが本来だったら効くっていうところですよね。はい、おっしゃる通りです。はい、次は、はい、サーキットモードオンにして走っていきます。じゃあ今度オンオフをこう使用前使用後を確かめるということですね。はい、ちょっと1回目は加速ちょっと失敗したのでサーキットモードオンで、全開加速していきたいと思います。おお、マニュアル気持ちいいですね。やっぱシフトインジケーターあった方がいいです。そう言っていただけると嬉しいです。早い。あ、やっぱ全然違いますね。ちょっと3速でここ曲がってみますけど、うわ、曲がる。うわ、トルクある。3速で曲がってもトルクありますね。だんだんちょっと MT にも慣れてきました ね、 そうですね。ちょっと酔いそうですけど。はい、じゃあ次はあのお好みに味変ということですかね。はい、はい、そうなります。じゃあ、まあシフトインジケーターを、はい、今は、ギア比連動になってるということですね。じゃあこれをじゃあその秒数のやつに変えてもらえますか。1秒にするか 1.5 秒にするか。じゃあちょっと 1.5 秒ぐらいで。じゃあ、やっぱ効いてる状態が好きですかね。じゃあ強めにしてもらっていいですかね。はい、はい、じゃあ確定します。はい、じゃあシフトインジケーターのタイミングを 1.5 秒、そしてアンチラグを強めに変えてもらいました。はい、じゃあ行ってきます。やっぱちょっと感じが変わりますね。出てこないっていう形になるかなと思います。あ、回転数合わせてくれてますね、 IMT が。でもなんかギア比連動の方がなんか個人的には分かりやすいかなっていう、はい、
初心者向けはギアヒ連動とかそういうのあります？なんかの方があのより付きやすくなってるので、あ、好まれる方が多いんじゃないかなと思ってます。おやっぱりアンチラグ強めの方が好きかもしれない。要はその高いギアで粘ったりするような走り方をする人では、アンチラグ強めの方が、はい、まあなんかいいかなって感じですかね。そうですね、おっしゃる通り。まあ私みたいなこうシフトアップを頻繁にこうヒール&トーとかでできないようなおじさんにはですね、あのアンチラグ強めで走った方が、まあ速く走れるかもしれないですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後は、ギア比連動のシフトインジケーター、そして、アンチラグは、なしという感じであえて走ってみたいと思います。はい、じゃあ行ってきます。やっぱこっちの方がなんか素人的にはシフトアップしやすい感じはありますね。アンチラグがオフの状態で今走ってます。もともとトルクがあるからピックアップはいいですけど、じゃあさっきみたいにここまた3速でちょっと回ってってみたいと思いますが、あ、やっぱ違いますね。やっぱ素人のおじさん的にはアンチラグあった方が走りやすい感じはありました。はい、はい、あのだから優しいですよね。こういうその上手い人はより速く、私みたいにあんまりサーキット走行とかあの速く走る、そういう技術がない人でもあの速く走れるという、それがまあ、このサーキットモードでありアンチラグとかね、そういった機能がある、もう本当に味変をいろいろ楽しめる仕組みになっているかなと思いました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあサーキットモード終了したいと思います。はい、知ってますかね。はい、ポチッ。サーキットモードオフというふうにメーターが変わりました。通常のメーターに戻ってきたという感じですね。はい、ありがとうございました、はい。ありがとうございました。続いてちょっと乗り換えまして、GR ヤリスの AT、こちら乗らせていただきます。この内装になってからは初めて乗らせていただきます。いや、コックピット変わりましたね。GRZ 部森田と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。じゃあ、今回、GR ヤリスの方で、サーキットモード、お願いします。はい、お願いいたします。じゃあ、あ、そうか、GR ヤリスの場合はマニュアルモードは右に倒す感じですね。はい。はい、じゃあ、もうサーキットモードはオンになった状態で、スターティンググリッドに、入っていくという感じですね。で、このシフトアップ自体はこのパドルでやる感じですかね。はい、じゃあスタートしていきます。はい、じゃあ床までドン。おー、 LBX よりやっぱ軽い感じがしますね。これはこれでこうなんか、あー、なんかステアビールも違う、こっちの方が重いですかね。これはなんか、これはこれでいいなぁ。なんか荒々しい感じがありますね。やっぱこっちの GR ヤリスの方が。あ、なんか、GR ヤリスの方がやっぱ荒々しい感じがありますが、走ってる感じっていうのは、こっちの方が強い。運転してる感じというんですかね。よりこう、どう猛なというか、感じがしますね。で、こう乗り比べると、やっぱ LBX は快適だったなっていう感じで、はい、こっちはやっぱその、音とか、その振動とかはあるけど、あとステアフィールとかも含めて、どう猛な、こう、より攻撃的な感じがしますね。じゃあ、2周目はサーキットモードオフにします。はい、こちら。はい。これでサーキットモードがオフになった感じですね。はい、じゃあ行ってみましょう。やっぱりシフトインジケーターがないから、こうシフトアップのタイミングがやっぱこのタコメーターを実際見ながらやっていく感じになるんで、やっぱシフトインジケーターあった方がやっぱ
分かりやすいですね。AT であったとしても。ああ、それにしても、どう猛な感じですね。で、これは、先ともとになってないんで、はい、アンチラグがない状態になっているということですね。アンチラグなしです。なんで、例えばこう三速とかで、こう抜けていくときに、アンチラグがないんで、やっぱトルクの、こう盛り上がりっていうのが、最初にうん、そうですね。来ない感じがありますよね。はい、でも曲がるな。めちゃくちゃ速いですね。なんか面白いな。GR ヤリスやばいな。いや、モリゾー RR はなんか上質に速いって感じだけど、いやこれはちょっと悩ましいですね。じゃあ次はまたサーキットモードをオンにする感じですかね。はい、オンにします。はい。アンチラグもじゃあちょっと強めに。そうですね、強めにちょっと油多め、味濃いめみたいな感じでお願いします。はい、承知しました。こうやって自分好みに味変できるっていうのは本当に嬉しい。やっぱそのスポーツモードだけとか、パドルもないですみたいな車とかもありますけど、こうやって後からメーカーサイドでこういう味変のギミックが用意されるっていうのは最近のトヨタすごいなと思いますね。じゃあ、サーキットモードで、これちなみにシフトインジケーターは今何になってる感じですか？今は5500回転をターゲットに、1.5 秒前から。1.5 秒前。秒数でカウントしていく感じですね。はい、アンチラグが強めという感じですね。はい。じゃあマニュアル固定で行ってきます。素人のおじさん的にはシフトインジケーターあった方がシフトアップとかのタイミングは測りやすいですね。こういうのがあった方が早く走れる、うん、で今回はサーキットモードで、アンチラグも強めに入れているということで、もう本当油多め味濃いめみたいな状態で走っていく感じですね。はい、速でも全然トルクは感じる。やっぱアンチラグ入ってると高いギア保ったままこうなんかコーナー脱出していけたりとかするんで、私みたいにこうあんまり頻繁にシフト操作しないでこう駆け抜けていくような素人的にはこっちの方が明らかにタイムは速くなるんじゃないかと思います。そして、次は次はメーターを、はい、ギア非連動タイプというものがありますので、アンチラグは強めのままですね。はい、はい、じゃあ次はサーキットモードオンで、ギア非連動で、加速していきます。こっちの方がなんかやっぱ分かりやすい感じがありますね。だからサーキット走行とか慣れてる方とか本当に早く走れる方は秒数カウントの方がもしかしたらいいのかもしれないですが、私みたいな素人ではこのギア比連動の方がなんかしっくりくる感じがありますね。この辺はまあ本当好みで、秒数自体も1秒 1.5 秒とかいろいろカスタムできるんですもんね。できます。じゃあここあえてシフトダウンしないで走っていきますが、でこちらの GR ヤリスでも同様にクーリングファン起動することができます。このスライドをすると、はい、ランニングファンと、あ、ちょっと微妙に英語の表記が LBX と違いますけど、クーリングファンが、最大で、作動しているという感じでエンジンも冷やしてくれているわけですね。続いては GR ヤリスの、MT で、走らせていただきます。こちらも、サーキットモードオンから走っていく感じですね。はい、で、シフトインジケーターは、あ、じゃあ秒数で、測っていくタイプと。はいはい、アンチラグは中で入っているという状態ですね。GR ヤリスで加速していきたいと思います。
ちょっと違いますね。でこっちの方がやっぱこういろいろ硬質感があるというか、ガツッとくるんで、優しいのは LBX かなと思います。こっちはやっぱクロート好みというか。マニュアルなんでこういう、コーナーを曲がるときに3速とかでもう私みたいなおじさんはですね粘って走ってしまいたいわけですよ。シフトダウンするのがちょっと忙しいなって思うときはですね、この3速のまま走ってもアンチラグが効いてればトルクがもりもり立ち上がって早く走れるという感じですね。いやー荒々しいな GR ヤリス。じゃあ次、2周目は、サーキットモードオフで、今オフになりましたね。じゃあこのアンチラグとかがない状態で、シフトインジケーターもない状態で走っていきたいと思います。じゃあ2周目行ってきます。あ、やっぱシフトアップのタイミングとかは、シフトインジケーターがあった方がやっぱり分かりやすいですね。でもこの荒々しさもまた魅力ですね。こうシフトの入る感じもガッツンっていう感じで入るのが GR ヤリスの方がこう運転してる感が強いというか、 LBX は上質にこう速く走ることもできる、こっちはこう荒々しくこう走る感じはあるけど、運転してる感覚がこっちの方がやっぱ強いんで、走りが好きな人は、なるほど、ここがやっぱりそのアンチラグがないとここの立ち上がりとかがこうちょっともっさりした感じになると、なるほどなるほど。やっぱ私みたいなこう素人のおじさんにとってはアンチラグみたいなのがあった方が、走りやすい感はありますね。では、サーキットモードオンで、インジケーターはギア比連動で、アンチラグは強めという仕様でいきたいと思います。それでは行ってきます。ギア比連動の方が個人的にはシフトのタイミングは測りやすいかなと。おお加速してく。やっぱアンチラグ強めの方がいいですね。じゃあ、インジケーターは、ギア比連動で、アンチラグ、相手のオフということで走っていきたいと思います。まあ、だから特にその本当にドライバーの方としては意識しないで、勝手に車の方がアンチラグにオンにすれば、立ち上がりのところで、ターボラグがなくなるようにしてくれるし、特にそういうこう、自分で何かしなきゃいけないっていうことでは、車の方でいろいろね、自分好みに、味変をしてくれるということで、すごい優しいですよね。そうですね。うん、だからせっかくこう GR ヤリスとか LBX の森蔵買って、なんか持て余してるとか、そのサーキットとか行ったことないっていう人が多分ほとんどだと思うんですけど、うん、まあ、こういう機能をきっかけになんかサーキットに足を運ぶ、ね、なんかこう気分になってもらえるといいんじゃないかなと思います。これ特に追加費用とかなしで森蔵 RR とか GR ヤリス乗ってる方は使えるんですよね。はい、はい、T コネクト契約してれば OK ということなんでね。はい、で今アンチラグが切れてる状態ですよね。はい、じゃあここ3速で、コーナー抜けていきますが、コーナーの立ち上がりがやっぱちょっともっさりする感じになると、やっぱ全然違いますね。やっぱ京都なしだと結構な差になりますね。違うと思います。
まあ、だからこれは本当お好みで、本当に強、中、弱、なしという4段階でできるわけですもんね。はい、おっしゃる通りです。はい、本当に自分好みの味付けで、走ることができると。ただしサーキットに限るということで、これ本当一般道でもなんか楽しめたらいいのになとは思いますけど、今後もしかしたらね、要望があればなんか変わるかもしれないですし、変わらないかもしれないですけど、ぜひね、皆さんそういった意見コメントとかねいただければと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、といった感じでレクサス LBX 森蔵 RR と GR ヤリス、こちらのサーキットモードの試乗させていただきました。いや、それぞれキャラが全然違って面白かったですね。 LBX は乗りやすいと思いました。シフト操作も久しぶりに MT 乗る方でも操作しやすい、懐の深さがあります。ドアも4枚ついてるしね。だから私も今ロードスター乗ってるんですけど、マニュアルを操る楽しさっていうのはロードスターとかね、GR ヤリスとか2ドア、ドアが2枚ついている、車でももちろん楽しめるんですが、ただ嫁さんとか家族からの信任がドア2枚だと得られづらいというのがありまして、やっぱ荷物も乗せられるといいよなって思ってたところに LBX の森蔵 RR の MT は本当にねしっくりくるなというところで、街乗り OK な MT ってなかなか昨今絶滅危惧種なんで、そういう中では面白いなと思いました。さらに今回のサーキットモード、これ別に追い金かからないんですよ。いや、太っ腹だなと思いました、トヨタさん。で、すでに納車済みの GR ヤリスのオーナーさん、さらに、まあ、これから納車される LBX 森蔵 RR、 こちらのオーナーさんに無償で提供されると。まあ、T コネクトとか G リンクはね、普通に5年目まで無料だったりとかすると思うんですけど、それ以外はかからないという状況になってるんで、いや、こういう味変は本当に嬉しいですよね。で、 GR ヤリスの方は LBX よりもより獰猛な感じ。いや、これは本当にやっぱキャラが全然違うなと思いました。まあ、そもそも3ドアですし、よりスパルタンっていうんですかね、だからシフトの操作とかもよりゴリゴリっていう感じになるの でクラッチの踏む重さとかもやっぱ LBX とかとも違うという、もう分かりやすいこうキャラ変ができてるのが、これがね、同じメーカー、まあ、ブランドは違うにしてもトヨタレクサスから出てるっていうのはね、すごい面白いなと思いました。だから走りに自信がある方とか、やっぱサーキットをよりゴリゴリ走りたいとか、車は他にもあってカリカリに走る専用の車が欲しいんだっていう方には GR ヤリスが刺さるんじゃないかなと思いました。より速く走りたいという方とかね、そもそもやっぱ LBX よりも軽いですから、もうそれも乗り換えた瞬間に感じた部分ですね。で、今回のサーキットモードですけども、まあ、どちらも LBX も GR ヤリスもこういう味変があるとね嬉しいなと思いました。シフトインジケーターとか分かりやすいですしね。で、アンチラグも、私のようなシフトダウンめんどくさいおじさんみたいな人がこう早く走るためにすごく便利な機能になってるんで、気軽にこうね、ラップタイムとかを上げるのに適してるサーキットモードじゃないかなと思いました。だ、惜しいのが本当サーキットの中でしか使えないということなんで、まあ、これがね一般道で使えてもいいんじゃないかと思いました。だってシフトインジケーターとかあったら絶対楽しいですし、料金所ダッシュとかね、合流の加速とかで使えてもいいと思いますし、あとアンチラグとかもね、峠走ったりする時にも使えたら楽しいわけじゃないですか。シフトダウンしないで高いギアを保ったままコーナーを抜けていくみたいなシーンってあると思うんで、まあ、そういうのもね、おいおい一般道でも解禁されると良いんじゃないかなと思いました。でね、こういう森蔵 RR とか GR ヤリスのようなね、特別なこうね、走りを楽しむ車を買っても、やっぱサーキットに行ってない人がほとんどだと思うんですよ。まあ、そういう人がサーキット走行とかをするきっかけとかね、よりモータースポーツをね、身近に感じることができるための一つのね、取り組みとして、こういうサーキットモードっていうのは、そういうのをね、メーカーがやるっていうのは、やっぱ森蔵さんがいる会社だなって思いましたね。皆さん、こういうね、サーキットモードみたいな取り組み、どう思いますかね？ぜひコメントいただければと思います。そしてね、私、森蔵 RR、ビスポークビルド、落選しましたけど、まあ、またいいねが多かったらね、ちょっと購入も、検討を加速させたいと思いますので、ぜひ、この動画でもいいね2000超えたら買いたいと思いますので、ぜひ、いいねボタンを押していただければと思います。車でも何でもね、欲しいと思った時は買い時ですからね、好きなもの買って経済回していきましょう。それでは、あなたの物欲を刺激する車買うチューバー、ワンソクチューブ、次回もお楽しみに。